茨城県道42号笠間筑波線は、茨城県笠間市から筑波市に至る県道である。笠間市下市下の国道355号より、分岐南下市、道祖上峠を越えて、石岡市柿岡の市街地を経由し、さらに、筑波連山の風返し峠を越えて、筑波市国末の茨城県道14号、筑西筑波線に至る延長約40キロメートルの路線である。 本路線の内笠間市川の三六尾より、道祖上峠を越えて、石岡市小建築までの区間は、通称、フルーツラインと呼ばれる、土浦市から、八里盆地を縦断して、笠間市間を結ぶ、広域道路の一部を構成している。1八十二年十一月一日、前身にあたる、県道小県笠間線、県道河原屋柿岡線、県道八里筑波線を路線廃止、 統合して、新たな路線として、主要地方道笠松久場線として、路線認定された。1995年の整理番号の再編成を、機に、路線名称と整理番号の変更して、主要地方道笠松久場線となり、現在に至る。笠間市石岡市間の道祖上峠越え区間は、対向に車線となっており、急勾配の上深いカーブが多く二輪車。 通行禁止の規制が敷かれている。石岡市内はセンターラインのない福音教唱区間が多いが、八里盆地内で並行する広域農道フルーツラインが本県道のバイパスの役目を果たしている。石岡市大旗の筑波山麓から筑波山中腹の府返し峠にかけては大型車通行止めの福音教唱急行バイク間が続き、路面は コンクリート舗装で道の両側には、蓋がない深い側溝があるなど、走行には十分注意が必要である。風海市峠では、筑波連山の尾根沿いに伸びる茨城県道236号、筑波公園長い線と交差する。筑波山神社前を通り、最六の筑波市、国松方面へ下る区間は、筑波山登山や筑波山神社へアクセスする、観光道路として利用されている。 本県道が通過する地域は、闇添山地の最南部の筑波山地にかかっており、笠間市石岡市間の道祖上峠と、石岡市筑波市間の風返し峠の二つ峠と、八里盆地、筑波山地6の丘陵地帯を通る。盆地内は、比較的平坦ではあるが、峠越えは前述の通り急斜面、急勾配の区間がある。筑波山地とその周辺丘陵地帯は、 水京筑波国定公園及び、笠間、我、国与田県立自然公園に指定されており、緑の多い自然豊かな地域にある。八里盆地内の沿線は、梨、栗、柿、ぶどうなどの果樹園や、観光農園が多数ある。茨城県道42号笠間筑波線筑波市、筑波福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。